それでは今回の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。でまずその前に前回の訂正から入りたいと思いますけれども、前回不動小数点数の話をしました。でその際に我々の世界でよく用いられている規格として IEEE745 の不動小数点数規格ということを申し上げましたが、実はこの数字に間違いがありまして、本来は IEEE754 というのが正しい規格の番号でした。ということで、お詫びして訂正いたします。で皆さんの方も直しておいてください。なお、今回、このミスは、皆さんの中から指摘していただきましたので、指摘された方に感謝いたします。はい、それでは今日はですね、前回の内容に引き続きまして、多精度整数の表記と加算という話に入っていきたいと思います。で、この多精度演算、もしくは多倍長演算といった方が、この世界ではより一般的と思われますので、今後はその多倍長演算というような言い方をしますけれども、今後この授業において、前回はその例外的な話でこの不動小数点数というその誤差を用いるその数の扱いを行いましたが、今後は原則としてその整数や有理数などの数の演算は正確に行うことを前提に話を進めたいと思います。というのがまず最初のルールですね。でそれではその1ワードに大体その前回までにも説明しましたけれども、その数の加減乗除はその1ワード単位でこう行いますと、計算機上で行いますということを言っていたんですが、実際にはその1ワードに収まりきらない数を扱わなければならない場合というのはいくらでもあることでして、そういう時にその1ワードに収まりきらない大きな数の計算を、どうやって計算機上でうまく行うかということが問題になります。で、ちなみに、これは僕の家にある電卓を撮ってきて、写真を撮ったんですけれども、標準的な電卓ですと皆さんご存知のように、大体整数演算で8桁の精度がなわけですね。で、そうすると、その8桁に収まらない場合の計算は、どうすればいいかって皆さんに聞きますと、大体、今ですと、もう、携帯電話の、電卓ももっと桁数いっぱいありますし、あとは、Google さんなんかでこう計算させれば結果が出てくると。それから去年計算研修でマセマティカなんていうありがたいソフトウェアも使いましたから、そういうのを使ってもいいだろうという話になります。で、そうなるんですけれども、じゃあ、我々その、理学の立場としてはもっとさらに原理に立ち返って、じゃあそういった実際に使えるソフトウェアとかですね、システムっていうのがどういう原理に基づいてこういう多倍長のそういう大きな数を扱うかということを知るということが、この授業の目的の一つでもあります。ということで、じゃあ実際に原理にはどういうふうにしてその大きい数を扱うかということを見ていきたいと思います。で、ちなみに、一応最初は素朴なアイデアを考えるので、電卓は同じものを何個でも使えるという仮定をして話を進めましょう。この辺が理学の、いいところというか楽なところでもありまして、理学だと大体そういう理想的な、数学もですけど理想的な状況を扱いますから、電卓は有限個だけどいくらでも用意できるとかですね、そういう考え方で、まず考え方でこうアイデアを煮詰めるわけです。で、それが実際にこの現実社会で動くものにしようとしたときに、工学のですね、いろいろな要件がこう積み重なって入ってきまして、電卓用意できるといっても、その何個でも用意できるわけじゃないですから、現実的な個数でどういうふうにうまく物事を処理するかというふうにも考えて いきながら、その辺はこう理学的なアイデアと、それから工学的なこう現実とこうすり合わせでいろいろな技術が作られていくんだと思います。ということで、素朴に考えるのは、じゃあそれだったら必要な桁数だけ電卓を並べてやればいいじゃんという話になりまして、その通りなんですね。で、この場合ですと、
上位桁から下位桁まで5個電卓を並べましたと。そうしますと、まあ、1つの電卓それごとに8桁ずつ まあ、演算ができますから、まあまあ、計算可能っていうのはもう少し細かくちゃんと定義しようとするといろいろ問題はありますけれども、まあ、とりあえず、この例ですと、まあ、40桁ぐらいの整数までは何らかの形で扱うことができるという話になるわけです。で、実はそうですね、多倍長演算っていうのは今のようにその電卓、今はその電卓を並べて計算しましたけれども、計算機上ではそれ電卓に相当するものなんかをメモリなわけですね。このメモリ上にまあ、一つ一つのワードにこう数をこう蓄えながら、その数をうまく操作することで計算を行います。で今回はまず比風整数 その多倍長演算というのを考えていきますけれども、まあ、これ多倍長整数とも呼ばれるものです。でと、まあ、一般的にその計算機で何かをやるときに考えなければならない物事というのは大きく分けて2つありまして、その一つはデータの表現ですね。そもそもその大きな数をですね、このデータ内でどのように扱うかと。で、もう一つは演算の手順。これはまあアルゴリズムと呼ばれるもので、まあ、アルゴリズムについては今日の授業の後半でもう少し説明しますけれども、じゃあ実際にそれらのデータについてどのようなデータを扱う、どのようにデータをこうやり取りすることで計算ができるかということをこう考える必要があります。ですので、まあ、これから先はこの2つのことについて順を追って説明していきたいと思います。で、まずデータの表現からいきたいと思うんですけれども、まあ、ここではその表す数値を A としましょう。まあ、A は比風整数のわけですね。で、これをそのに対して K というのをその A を表すワード数としましょう。すなわち、先ほど例の話ですと、その電卓の個数ですね、から A という数を表すのに、まあ、何ワードの、もしくは何個の電卓を使うか、何ワードのメモリを使って表すかということを考えて、だから K 個ですね、 K ワードを使ってこの A という数を表すということにしたいと思います。で、その実際にその K 個のワードですね、 K 個のワード A を表すために使うその K 個のワードを、まあ、メモリ上のワードを、まあ、A0 から A の K-1 というふうに表すことにしておきましょう。で、それで表し方はどうなるかというと、実は先ほど の電卓を並べた時と全く一緒のアイデアでして、まあ、下位桁の方からですね、この A0 っていうのをまあ一番下位の桁の表すワードにして、それから順番にこうワードを A1、A2 というふうに並べていくと。で、A の K-1 がその表したい数の一番上位の桁を表すワードとしてこう置くわけです。で、まあ、このようにして表しますと、その実際にこの A がですね、その AI を使ってどのように表せたかっていうのを表したのがこちらの式でありまして、このような形の和で表すことができます。で、ここで、そうですね、各 A の i っていうのがその各ワードのに入っている数で、まあ、それに2の n i 乗をかけた形で表すんですけれども、まあ、この2の n i 乗の n というのが、今考えているこの1ワードの大きさ、すなわちビット数に相当することに注意してください。で、一応この授業では、このようにして表すこの多倍長の整数 A というのを、実際にはこのブラケットで囲んで A の0から A の K-1 まで並べた形で表記します。で、注意していただきたいのは、この並べ方でして、実際のその数の桁を表すときには、この A の0が最下位の桁ですので、その実際の数の表現では一番右側に来るんですけれども、この式として表記した場合にはこの A の0からですね、下位桁から順番に並べていって表記するという逆の並べ方になっているのに特典に注意してください。ここまでいいでしょうか。はい。で、まずじゃあ先ほどの今の話でこの A という、まあ、長い桁の数をですね、K ワードの多倍長の数で表しましたと。で、次に、
その K ワードをどのような形でメモリに格納しますかっていうことなんですけれども、まあ、これもと、まあ、割かし単純な発想なんですが、この A の0から順番に A の K-1 まで、メモリに格、順番に格納していくというふうにします。で、一つ注意する点は、このメモリにですね、この、A を表す多倍長数の各ワードを格納する際に、この A の長さ、K ですね。この K を最初のワードに格納していくことに注意してください。ですので、例えば、この A を表すですね、今、多倍長数をですね、10ワードを使って表そうとしたら、ここにその10という整数を一番先頭のメモリのうちに代入しておくと。で、これによって、その、まあ、しかるべきプログラムが、この、多倍長数を見たときに、ここの最初のこの数字を見て、この多倍長数は何ワードからなっているということを知って、あとはそのプログラムが、この残り10ワード分を見てですね、で、それに、を、まあ、一つの多倍長数としては使うという形にします。この点に注意してください。まあ、現実のその表現、現実のその多倍長数の表現はもっと複雑だと思うんですけれども、一応この授業ではこのような形で一つの多倍長数をメモリに格納しておくということにしておきたいと思います。ここまでいいですか。はい。で、じゃあ次にですね、その、じゃあ、今その、A、ある多倍長数を K ワードで表して、で、その K ワードの情報をどんな形でメモリに格納しておくってとこまでやったんですけれども、次にやるのは、その、じゃあ多倍長数、表したい数 A が与えられたときに、その何ワード、じゃあ実際に取ればいいのかっていう話にが必要になります。まあ、大体その計算機は外部から、というのは現実の世界からこう何か入力を得ますので、じゃあ A という整数が実際に与えられたときに、じゃあ何ワードを使って表せばいいかっていうことなんですけれども、まず最初に、A を二進数に直した時のビット帳ですね。それが、このような形になります。この記号の LG は、テキストの最初の方の記号にありますけれども、2を定とする、対数ですの、というふうな、で、独自に用いる、まあ、独自というか計算機関学で主に用いる記号ですので、チェックしておいてください。で、A プラス1の、その、2を定とするログですね。で、これの、シーリング、シーリングっていうのは、この、両括弧の、上括弧ですね、上括弧の、関数。で、シーリングは、これも、定義あったと思うんですけれども、この数、中の数、と等しいかそれ以上の条件を満たす、まあ、最小の整数という意味です。ですので、まあ、この値と等しいかそれ以上の、まあ、最小の整数ですね。次の整数ということで、まあ、まあ、なんでしょう、イメージ的にこう天井といったような形をしております。まずここですね、その A を二進表記した時のビット帳がこうなるってことを理解というか、各自ちょっと考えてみてください。で、そうしますと、じゃこれをですね、今度はそのビット数、A の二進数で表記するのに必要なビット数は、まあ、こうやって表されますので、ここからその、じゃワード数がどうなるかっていうことを見ていきます。で次にワード数なんですが、1ワードが N ビットの時ですね、1ワードが N ビットの時を見ていますと、そのワード数は、まあ、そんなに、まあ、複雑ではないんですけども、そのビット数を大体 N で割ればいいだろうという話になりますので、この場合には、その、先ほどのそのビット数で表したこの、ログの A プラス1の部分を、まあ、N で割った値、これのそのシーリングを取ることによって、この、1ワード、A を表すのに必要なワード数を求めます。で、以後では、この、A、与えられた整数 A を、表すのに必要なワード数のことを、このような形で、連の A と書きます。これは、連は、A の長さですね。長さと言いまして、
長さの英語のレングスの、まあ、頭文字、最初の文字を取ったんですが、レングスの A というふうに表します。これでいいでしょうか。まあ、A という整数が与えられたら、まあ、その A のに必要なワード数を、まあ、レングスの A というふうに表して、で、実際にメモリに格納するには、このレングス A のワードには実際にこの A の、A っていう数を表すその値が入るんですけれども、それプラス、このレングス A 自体を、この値ですね、この A の長さ自体を記録していくワードが必要になりますので、まあ、これに1ワード取るということで、結果として、与えられた整数 A を皮膚の多倍長数でメモリに格納するのに必要なワード数というのは A の長さプラス、まあ、1ワードということになります。先ほどの、そうですね、このメモリの、図に戻ってみます と、まあ、この A0 から AK-1 のこの部分がそのちょうど A の長さ分のワード数なわけですね。で、それとに加えてこの K っていうこの A の長さ自体を入れておくワードを1ワード用意するということで、A の長さプラス1ワードを使って多倍長、皮膚の多倍長数をメモリに収めるという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。はい。で、次にですね、その、まあ、1ワード、その、今回は、この先に、その、まあ、多倍長数の、加算ですね、足し算を扱いたいと思うんですが、その前に、まず、その1ワードの整数の足し算をどのように扱うかっていうことについて、計算機をどのように扱うかってことについて、説明します。で、そのためには、その実際に計算機上でその演算を行う CPU の仕組みについて少し説明しておく必要がありますので、必要なところをこれから説明いたします。と、まあ、ここにありますように、まずは最初にこの1ワード の数 の指則演算を行うため の CPU の機構ということです。で、とこの1ワード の数の指則演算で、とまず使うのが、このレジスタと呼ばれるものです。で、これは、レジスタっていうのは聞いたことある人どのぐらいいますか？皆さんの中で。はい。はい。ごく少数ですね。はい。わかりました。CPU っての仕組みについても、まあ、そもそもやらないとなかなか出てこない話なんですけれども、CPU の中にありまして、そのビット率を保持する、まあ、メモリの一種です。で、一般にそのパソコンで使われているその出力装置のメモリとは異なって、個数、容量は非常に小さいです。せいぜい、数百ワードとかそのぐらいですね、今の CPU で。で、数は少ないです。容量は少ないんですけれども、高速に読み書きができます。で、レジスタには、2種類あります。で、一つは汎用レジスタと呼ばれるもので、これは、実際に、演算、我々がその演算の対象とするようなデータ、もしくは演算結果として出てくるデータを保持するメモリです。で、もう一つは状態レジスタ、と言いまして、これはテキストでは補助演算装置とも呼ばれているんですけれども、の一部なんですけれども、これはCPU の演算に伴うさまざまな内部状態を保持すると。で、内部状態というのも、まあ、いろいろちょっと初めて聞くとはピンと来ない人もいるかもしれませんけれども、CPU の演算をしていると、例えば、まあ、いろいろな算術演算や論理演算を行います。で、今回使うその状態の変化っていうのは、CPU 内部で演算をしたときに、桁上がりが起きましたということを、発生したというのを示す状態です。で、この他にも、例えば、0で割り算が行われたとか、それから、あるレジスタの値が0になったとか、そういった、いくつかのその状態の変化に応じて、それを、その状態の変化を格納しておく、のが、この状態レジスタの、役割です。ここまでいいでしょうか。はい。で、次に、
出てくる道具がですね、算術論理演算ユニットといいまして、略して ALU といいます。ALU はその算術論理演算ユニットをそのまま英語で訳したアリスメティックロジックユニットという名前ですね。まあ、ALU といいます。でこれは、レジスタからそのいや、あとはメモリからですね、出力装置のメモリからそのデータを呼び出して、で指則演算や論理演算を行う、まあ、実際にこの計算を行う回路です。で、その計算結果を、まあ、CPU 内のレジスタですとか、あるいはその、出力の方のメモリに保存します。格納します。あとは、この ALU の演算によって、まあ、CPU の状態に変化が生じたときに、その新たな状態を状態レジスタに格納するということも行います。まず、大体いいですかね。はい。で、じゃあ、どんな感じでその ALU とかですね、レジスタがその CPU の中に入っているのかなっていうことで、ちょっとCPU の実例を探してみました。で、まあ、実はその日本の大手の電気会社各社ともですね、その自社内で CPU を作っています。で、どういう用途に使われているかというと、まあ皆さん家電製品、今の現在の家電製品にはおおよそコンピューターが入っていないものはないということなんですに気づかれる人もいるかもしれませんが、例えばそのエアコンですとか冷蔵庫であるとか、そういった、あと洗濯機、掃除機といったですね、あまりコンピューターとは縁がなさそうな家電もいっぱいありますけれども、実はあれ今あの辺の家電にも全てこういった CPU が入っていて、でいろいろな、まあ、処理を行っているわけですね。でそのため その家電用 の CPU というのもいくつもの種類がありまして、それは各社が自社で作ったりすることもよくあります。で、まあ、東芝もまあ、僕今回資料として引用しましたけれども、そういう組み込み用 の CPU をたくさん作っておりまして、で、まあ、その中の一つからこういうものを持ってきました。でちなみにまあ、僕がちょっと調べた限りでは、この東芝のウェブサイトにですね、このマイクロコンピュータ入門コースというウェブサイト情報がありまして、でこの CPU の仕組みですとか計算機の動く仕組みというのをいろいろと分かりやすく説明してくれているので、皆さんの中でも参考になるんではないかと思います。で、これがその東芝の組み込み用 CPU のですね、このブロックダイアグラムと呼ばれる大まかな構成図ですね、これを持ってきました。でこの中で今述べた回路はどこにあるかといいますと、こんなところにあります。実はこの授業で CPU の説明をしたときに、その演算装置と制御装置というふうに、演算装置でしたかね。ちょっと待ってください。そうですね。演算装置と制御装置というふうに大雑把に2つ、こう2種類説明しましたけれども、この CPU ですと、大体この上半分の方が演算装置に当たっておりまして、この下半分の方が制御装置に当たっております。で、まず汎用レジスタから見ていきますと、こんな風にですね、このアルファベットの、名前のついたレジスタが、まあ、十何個があるわけですね。まあ、これは比較的小規模な、CPU ですので、まあ、このぐらいの個数ですけれども、まあ、ここにこうデータが入るわけです。それからあと、ALU はこんな形で回路につながっております。それからあと、この状態レジスタはこの、まあ、ALU と汎用レジスタの間にありまして、このような形で、まあ、ALU からいろいろな状態の変化を受け取って格納するという形になっております。というですね、一応 CPU のこの、まあ、基本的な仕組みをちょっと押さえた上で、次にその1ワードの符号な指定数2個 の加算について見ていきましょう。ここではその、まあ、X と Y というのはまあ変数名でもいいですし、まあ、レジスターでもいいんですけれども、まあ、X と Y をが指し示すその2つの1ワードの符号な指定数の加算を行っています。でこの X プラス Y を計算した結果を、まあ、Z という新しい、まあ、レジスターもしくは変数に格納していくわけなんですが、この際に、まあ、これ、1ワード N 桁の2進数の加算ですので、桁上がりが発生することがあります。で、ポイントはこの桁上がりをですね、こういうふうにガンマと表して、これを先ほど述べたその状態レジスタ
テキストではポジョ演算装置というふうに書いておりますけれども、この状態レジスタにこの桁上がりの桁のガンマを、代入するという点に注意してください。でこの桁上がりの部分は、ちょっとこれ文字がですね、読みちょっと若干紛らわしくてすいませんが、これガンマのつもりで書いております。でガンマで与えられます。でこの桁上がりの部分がガンマ。桁上がりがあった場合がまあ1で、ない場合が0なんですけれども、でこの時に、その x プラス y という計算の結果が、z に、この桁上がりのガンマかける2の n 乗という形で表すことができますので、これのことを z とガンマの組ですね、こういった形の、計算結果として表すことにします。ですので、1ワードの符号な指数 x プラス y を計算するときの結果を、このように、もともとの1ワード部分の整数 z とそれから桁上がりの有無を表す分ガンマの組で表すというところをまず押さえておきましょう。ここまでいいでしょうか。で、で今度はそのこれを使って、符号なし整数のその符号なしの多倍長整数ですねの加算を考えます。この場合はその k ワードのその多倍長整数 A と B の加算を考えることにしましょう。で、多倍長数 A と B はどちらもこの K ワードで与えられているものとして、で計算結果も、K ワードということにします。で、A と B、A と A がですね、こちらの上にありますように、A の0から A の K マイナス1というワードで表されていて、で、B の方は、B の0から B の K プラス1という形で表されているものとします。その結果を、C の0から C の K マイナス1にこう代入するということで計算を行うんですけれども、皆さん見てお気づきだと思いますが、実はこれは我々がその十進数でですね、小学校の頃から行っている筆算と、本質的には変わりないということですね。で、だから我々がやってた十進数の筆算は、この各ワードがですね、十進一桁だったと思えばいいわけです。そうしますと、例えばその、その最下位のワードの A0 と B0 を加えれば、C0 とそれから桁上がりのガンマ1というのが出てきますから、このガンマ1を、次の桁に、加えておくと。で、その上で次の上位桁の A1 と B1 を計算して、で、これが C1 になりますね。で、桁上がりになったらまた次の上位のワードに加えていくと。いう形で、最後は、この計算結果が C0 から CK-1 までの K ワードの多倍長数と、それから最終的な桁上がりのガンマ K で表すことができます。というのが、この符号なしの、長さ K ワードの多倍長数、整数の加算です。これが基本ですね。で、これを数式で表しますと、A が A0 から A の K-1 までの並びで表せてます。で、B が B0 から K-1 の、並びで表せるというときに、今回はこの A プラス B にですね、桁上がりが生じないことを仮定しておりますけれども、桁上がりが生じなければ、計算結果 C というのは、この C0 から CK-1 のワードの列で表すことができるというものです。まあ、でいいでしょうか。ちょっと映している人がいるので、少し待ちましょう。はい、じゃあいきます。で、今度はその次にですね、これからやるのはその多倍長整数の加算のアルゴリズムを記述することですので、今度はそのアルゴリズムの記述について説明していきます。テキストですと7ページに若干説明がありますので、そちらも見ながら聞いてください。で、その7ページの記法に入る前にですね、そのアルゴリズムってのはそもそもどういうものかということをちょっと紹介しておきます。ここは後で資料でも配りますので、ちょっとお話程度に聞いてもらえば十分です。で、アルゴリズムの定義というのは、本によっていろいろな書き換え方がしていますけれども、よくある説明は、
ある入力ですね、式値に対して、そのある出力となる式値を、その出力するための計算手順、各ステップの計算手順というふうに捉えることができると思います。で、じゃあそのアルゴリズムというのは、そのどういう性質を満たすべきものかということで、これも、まあ、数学のように、こう、一般的に明確に認識された定義があるわけではないんですけれども、この計算機関学でよく、知られている人で、クヌースという人がいますが、このクヌースの本で出ていました、アルゴリズムの性質もしくは要件というのはこのように紹介されています。で、1番目が有限性。これは、有限化にステップで停止する。で、2番目が厳密性。これは全てのステップにおける動作が厳密に定められていて、例えばそのあるときはサイコロを振ってどっちへ進むとかですね、そういう確率的な要素はないということですね。で、ないというか、そのきちっとその手順が定められているというのです。で、3番目は入力として0個以上の入力を持つ。で、4番目は出力として、まあ、1個以上の出力を持つと。まあ、この辺はちょっと議論が分かれるところだと思いかもしれませんけれども、まあ近くもこの授業においてはその何らかの出力を出すアルゴリズムを考えますので、まあそれほど矛盾はないかと思います。で、5番目は有効性といって、これは全ての演算が有限の長さで十分簡潔に行われると。ですので、まあ無駄な動作は極力排除して、例えば何もしないで繰り返す、何か処理を繰り返すということはしないということを意味しております。で、次にアルゴリズムの表現の仕方としまして、まあ、いくつか方法がありますけれども、この擬似コードというのはよく用いられる方法です。で、これはプログラミング言語ほどではない、ほど厳密なものではないんですけれども、まあ、それに似た形でこうアルゴリズムの動作を記述するものです。まあ、例としましては、まあ、アルゴリズムと書いて、まあ、括弧でアルゴリズムの名前などを書きます。まあ、この辺は数学でこう定義とか定理とか命題とかっていうような見出しと、まあ、対応するものだと思えばいいでしょう。で、それから、入力はと、それから出力がですね、それぞれどういうものになるかっていうのを書いておきます。で、あとは、ステップ1からステップ N までですね、こう各ステップを記述していくという形になります。で、次にアルゴリズム特有の記法についてちょっと紹介しておきます。ここは、まあ、さっと聞き流してもらって結構です。で、まずは変数というのがアルゴリズムに出てきまして、これは、まあ、数や式の値を保持するということで、まあ、数学と同じように、まあ、変数を使うということですね。で、次に、代入は、これは変数に数値や式を代入するんですけれども、こちらにありますようにまあ、この授業ではこの矢印を使って代入を表します。例えば U に0を代入するのはこういった形ですね。それから、あと多項式 PX っていうのをこう V という変数に代入するというような書き方をします。で、3番目にこの論理式というのを扱いますけれども、これは真か偽の値を返すという式です。で、まあ、例えば U イコール0というのは、まあ、このあらかじめ U に値が代入されていれば、まあ、それが0に等しいかどうかというのを、まあ、調べてその真理値を返すということです。あとは、P and Q はこの P または P または P かつですね、 P かつ Q が真であるといったようなその論理積。それから、Not W というのは、まあ、W が、偽であるというのを返す論理的な規定ですね。あと、ここで書き忘れましたけれども、論理和というのは、まあ、OR で大体表しております。で、最後に、リターンという文をよく使いまして、これは、アルゴリズムの値を介して、まあ、その時点で、アルゴリズムを終了するということで、このアルゴリズムの中に、この、まあ、例えば、リターン P という文がありますと、この P の式の内容を介して、アルゴリズムを出力し返して、そこでアルゴリズムを止めなさいというような、操作に使います。で、アルゴリズムにはですね、その動きを制御するための制御構造というのが大体定められております。で、まあ、このテキスト
で、アルゴリズムとして書かれているいくつかの構文はですね、まあ、このような形で分類しておきました。で、一つは逐次と呼ばれるもので、まあ、アルファセミコロンベータセミコロン点点点ってやつですね。で、2番目は選択と呼ばれるものです。詳しくは追って説明します。で、3番目は反復と呼ばれるものです。これも追って説明します。で、まず、逐次なんですが、これはと、まあ、このように、文字通り、上から順番に処理を実行しなさいというもので、まあ、テキストですと、まあ、アルファセミコロンベータセミコロンというのが並んでいたら、まあ、アルファという処理を最初に行って、次にベータという処理を行いなさいというものです。で、まあ、通常それぞれの処理は文というふうにしておりまして、文はセミコロンで区切っております。で、次に選択と呼ばれるものなんですが、これはそのある式の、まあ、値ですか、状態をもとに処理をですね、こう分ける操作を言います。まあ、これまでも計算機の授業などでやってきたと思いますけれども、この今回のテキストではこの if 文というのを用いております。で、まあ、ここで α は論理式としまして、もし α が真ならばベータを実行しなさいっていうのが if アルファでベータっていうところですね。で、文によってはその後ろにさらに else ガンマというものがくっついてる時もあって、で else の方はアルファが偽ならばこのガンマを実行しなさいというものです。で、一応このテキストにもありますように、この else の部分はなくても構わないということにします。少なくとも if アルファ全ベータがあればよいということですね。で、次に反復についてなんですけども、これは、まあ、あるですね、その変数や式の状態に応じて、ある処理を繰り返すということを指示するものです。で、このテキストでは何種類かのその反復の構文が用意されておりますけれども、今回はとりあえず法文と呼ばれるものだけ使います。法文というのは、書き方は法、まあ、アルファが何か式で、で、do というの言葉があって、あとでベータというその文のブロック、文もしくはその塊が出てくるんですけれども、まあ、今回は特にアルファが、変数 i ですね、変数 i が、m から n の中を動くときという書き方がありますので、これを使います。で、この時は、まあ、m と n の大小関係で処理の仕方を変えるんですけれども、もし、n が m 以上ならば、i を m から1ずつ増やして、n になるまで、この中のベータの処理を繰り返しなさいというものです。で、逆に、m が n 以上の場合には、i を m から1ずつ減らして、n になるまで、ベータの処理を繰り返しなさいというものです。ここまでいいでしょうか。まあ、大体、皆さん、それなりにお分かりかと思いますが、一応確認のために。説明しました。で、今のですね、その疑似コードの書き方で先ほどの多倍調整数の加算のアルゴリズムを記述してみようと思います。先ほどのともう一回復習しますと、入力として、多倍調数 A それから B がこうね、中で与えられた時に、この多倍調数 C を得るというアルゴリズムでした。ここまででしょう。で、そして、そうか、それで、書いてみたのは、この、多倍調整数の加算のアルゴリズムです。一応、入力は、A として、まあ、この、ごめんなさい、A として、この、多倍調整ですね、A と、それから B を取ります。で、出力は、C。で、このように書きます。で、条件として、まあ、C は、A と B の和であるようなものを返すということにしましょう。で、まず最初にこのガンマ0という変数を定義します。で、これに0を代入しておきます。で、2番目がこの加算の中心になる部分で、まあ、i が1から k-1 の間動く間、このループを繰り返すということなんですけれども、そこではどういうことをやっているかっていうと、ci とガンマの i プラス1という組がですね、にこの AI と BI とガンマ i の和をその1ワードの加算で行って代入しなさいと
というふうに指導しています。で、これをi が1から k-1 まで繰り返して、で最後にこの c0 から c の k-1 をこうくくった多倍長数を返すということで処理を終えます。まあ、あまり慣れてない人もいるかもしれませんけれども、その、先ほどですね、この、まあ、筆算で書いたような式が、このような疑似コードにどのように対応しているかというのを確認してください。で、一応先ほどの処理を、もう一度この筆算の形でしますと、ステップ2のループの部分でですね、この一つ一つの加算をこう4分のループでこう繰り返したということになります。で、先ほど最初の説明と一つだけ異なる点は、そのガンマゼロっていう値を持ってきたことですね。このガンマゼロっていうのは最初の説明の時にはありませんでした。で、これはなんでここで使ったかっていうと、その、4分の全ての処理がですね、この AI と BI を加えて、さらに桁上がりを加えなさいっていう、処理になっていたんですけれども、その一番下位の桁だけ桁上がりというのは定義されてなかったんですね。そこで一番下位の桁でもその桁上がりを伴うような処理が使えるように、一番最後の桁は一番下位の桁はもともと桁上がりはなかったということにして、同じ処理をこの一番下位の桁 の加算にも使えるようにしたという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。はい、ということで、今日の授業のまとめなんですけれども、まず符号なし その多倍長整数 の表現について、その、まあ、素朴なアイデアと、それからその計算機上 ですね、メモリへの格納の仕方について説明しました。それからとこの、まあ、計算機上で の演算に際して、まあ、必要な知識として、もう CPU の、レジスターですとか、それから ALU といったような機構の説明をしました。で、その上で多倍長整数の加算の原理について説明しまして、で、あと、それをアルゴリズムとして書く上で そのアルゴリズム、それから疑似コード、それから制御構造といった概念について説明しました。で、最後にこれらを使って今日はその符号なし の多倍長整数の加算のアルゴリズムについて説明をしましたというところですけれども、いかがなものでしょうかね。はい。じゃあ、とりあえず、まあ、次回はですね、多倍長整数の加算 の計算量という話をしていきたいと思いますけれども、まあ、これから残りの時間で、少しですね、今日の内容を、理解を深めるような、演習をしていきたいと思っております。特に何かなければ、とりあえずじゃあこの講義はひとまず終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。